なんか犬出てきたんだけど。光る犬？これについていったらきっとここ掘れワンワンや。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで大森山に行かんといかんのか。大森山は小学校の裏やったっけ？確か。ん？これはウサギ小屋だな。どこから出られるんだ？もしかして普通に、あ、こっち側か？こっちに出られる場所があったりとかする？なんかあの辺光寄らん、気のせいかな。あ、気のせいやった。とりあえず、あ、ケッピーがあんなところに。あ、大森山こっちやね。ここをまっすぐ行ったところや。あ、あれは、なんかあるよ。ほら。S、あれや、妖怪ウォッチが S ランクにならんかったら開けん扉かなんかってことやんね、あれ多分。キングサーム、あれは場所は変わらんってことか。はい、大森山到着。マウント大森。たくお宝の噂を聞きつけてきたものの、肝心のお宝はどこにあるってんだ？もちー。ふぅ、全然見つからないもちー。ライバルに先を越される前に、急いでお宝を見つけんぞ。協力してんの、二人。いかつい顔の二人。にゃ？ここにたくさんの妖怪が集まっているって話、本当だったにゃんね。グレルリンたち、お宝って言ってたよね。何がこの山にあるんだろう。確かに気になりますね。何か手がかりになりそうなものは？ふん、目。これは？この近くで何やら怪しい気配を感じます。あ？もしかしてお宝の手がかりかな？なになに？ウィッスー！アイナくん、この辺りを妖怪ウォッチら調べてみてください。この辺り？もうこの入ってすぐのとこ？どうもおばあちゃん。あら、神社にお参りに行くのかい？階段が多いから気をつけるんだよ。はい、どうも。どのあたりかな。何もなさそうやけど。ほ、バナナ。そして葉緑茶。別に何もなさそうね。のせいか。読めないんすか。この先大森神社行く道に78の階段あり。1つ登れば健康成就、2つ登れば学業成就、78で願いが叶う。こけたら1からやり直し。こけることがあるんすか。怪しい場所ってどれなんやろ。こういうところとか。何も近づいたらさ、妖怪ウォッチが反応してくれるとかそういうのはないんか。ないんすか。んー、でもなんかあっち側に、やっぱり入り口周辺ってことかね。え、この辺りに鳥居か。え、何もなさそう。ん？何もなさそうだけど。何があるというんすか。なんもなくない？怪しい場所。何が怪しいの？この。お、何？あ、引きこもり。どうしたの？かわいい。引きこもり、薄ら影。眠そうね。あ、ね、どうした？
引きこもり？すみません。久しぶりに外出したら急にクラッときて、この暑さじゃクラクラしちゃうのもしょうがないにゃんよ。はい、怖い妖怪がたくさんいたので隠れていたのですが、暑いのも苦手で、いつもお家に引きこもってばかりのあなたがどうしてこんなところに。この先のご神木の前にできている行列に並びに来たんです。どういうこと？行列？みんなはどうして並んでいるの？ご神木の根元にある妖怪画社が大幅にリニューアルされたんです。リス？なんと妖怪画社が、そして妖怪画社の大当たりが激レア値商品になったという噂もありまして、激レア？でもこんなに大勢のライバルがいたんじゃもう諦めるしかないですよね。ちょっと、はい、何勝手に諦めてるんですか。激レア商品なんですからもっと粘らないと。え、ミスパーの言う通りだよ。せっかく外に出たんだから一緒に行こう。一緒に行っていただけるんですか。ぜひ連れて行ってください。それがお宝の正体ってこと？あ、引きこもりが友達妖怪になった。引きこもりはメインメンバーに入った。あ、これで一緒に戦ってくれるってことかな。そうですね。では私は帰って引きこもりますので、順番が来たら呼んでくださいね。そういう感じで、この流れで帰ります。あなたもちゃんと並ぶんですよ。そんなびっくりしなくても。メンバー編成アプリではウォッチャーと妖怪の能力を確認したり、メインメンバーの編成ができます。バトルメンバーにはバトルに参加するウォッチャーと妖怪3体までを編成することができますよ。友達妖怪が増えてくるとバトル中に交代ができる控えメンバーも3体まで編成できます。メンバー編成アプリで交代を選べばメインメンバーを入れ替えられます。またスターターに設定するとバトル開始時にその妖怪の操作から始めることができます。メインメンバーの編成はとっても大事です。妖怪が増えたら忘れずにチェックしましょう。とりあえずこれで、ここのお宝は妖怪ガシャのことである、すごいレアな景品が出るようになったということが分かったね。猫ね、猫かわいいかわいい。てか食べ物めっちゃ落ちとるやん。超いいね、妖怪と友達になるときにめっちゃ使えるやん。このちっちゃい丸のやつは多分あれよね、猫たちよね。なんか光ってた今。はい、ちゃんと拾っていく。稲妻ブラック、お、並んでる並んでる。にゃんとずらーっと長い行列ができてるにゃん。ウィス、早速並んでいる方々から情報収集でウィス。もうほらすでにグレリンとあともう一人の後ろに、あのちょっとお聞きしたいんですが、どうしてこの行列に。うん、何でもガシャの大当たりとして追加されたのが新しい妖怪ウォッチらしいんだよね。ウィス？あ、新しい妖怪ウォッチですって。おー、これは並ぶしかないでウィス。だよね。でもさ、当たりを引いたのって今のところ誰もいないらしいんだよね。はぁ、それじゃあそろそろ当たりが出るかもしれないね。おー、ポジティブ。危ない。それは大変、ライバルに先を越される前に何とかしないと。何とかって言っても並ぶしかないからねウィス、アイナくん、今すぐこの行列に並びま、多分周りから見たらもう並んでるように見えるよ。しっかしょー。ふざけないでくださいよ。こんなのイカ様じゃないですか。お人面犬。イチャモンつけてるね。何の騒ぎやん？お？おやおや。イカ様とは聞き捨てならんな。わしらが一体何をしたというんじゃ。周りで寝てるのは一体何？寝てるのあれ。いやいや。とぼけるんじゃないですよ。さっきから他の妖怪を眠らせて順番抜かしてるでしょう。はあって、みんな徹夜で並んで疲れて眠ってしまったのではないかの。私は見てたんですよ、この目で。なんなら他の妖怪にも聞いてみましょうか。眠けむりー。あ、人面犬。あこれでまたライバルが減ったわい。ちょっと、案内役かなんかかと思ったら普通に並んどるんやね。何さらっと危ないこと言ってるんですか。おやおや、盗み聞きとは全くマナーが悪いの。ちょっと、順番を抜かす装置こそマナー違反でしょ。そうだにゃん。ごちゃごちゃとうるさいの。なんならお主らも眠らせてやろうか。もちろん力ずくでな。おお、バトルか。来たよ来たよバトル。3匹でもこっち2人なんですけど、ウィスパー参加せんやろ。あ、そっか、私が加わって3なん
バトルでは人間のウォッチャーだけじゃなく友達妖怪の操作もできちゃうんです。バトル中に十字キーを押せば妖怪の操作にチェンジ。もちろんウォッチャーに戻すこともできますよ。また敵の妖怪は私たちと同じように複数のメンバーが襲ってくることがあります。 R スティックボタンを押せば近くの敵にターゲットロックして孤立に攻撃できますよ。十字キーを押せばターゲットロックを切り替えられます。 R スティックをちゃんと倒しても OK です。回復やサポートの技を使える場合には味方をターゲットにすることもできます。L スティックボタンを押せば味方のみを順番にターゲットにできて便利ですよ。操作とターゲットのチェンジに慣れていけばバトルがぐーんと上達するはずですよ。ゴーゴー。なんかよくわからないけどとりあえず頑張ろうかな。 R で狙いを定められる。定めたんかな。やるにしてもサボらないで。これあれかな、武器とかも強化できたりとかするんだ。あ、なるほど。なんかいろいろと浮いてきて、陽気ショット。あ、これが陽気ショット。陽気ショットの方が効くね。じゃあやめてよー。はい、水筒。あー、ちょっと待って、別に攻撃される。つらいつらいつらい。じゃあ、妖怪の方を攻撃してくれる。あー、やめてやめて。はい、これ体力回復とかも入ってるってことか。なになになに、なんかわからんけど今どうだ。もしはい、あ、拾えない、拾えない。お、レベルアップ。戦闘めっちゃわちゃわちゃするな。バク、まさかこんな結果になろうとは。悪夢じゃって。どうです、これに懲りて少しは反省しましたか。はあ、わしらが間違っていたよ。妖怪ヶ所で大当たりを引き当てようと夢見るあまり少々やりすぎてしまったわい。本当にすまんかったの。本当にそう思ってる。ううん、分かってくれればいいんだ。じゃあ一緒に並ぼう。いやいや、わしらは一番後ろから並び直そうと思う。今回行列に並んでいたみんなには迷惑をかけてしまったのだな。そっか。ははん。お主の優しさには心を動かされたぞい。ぜひこれを受け取ってくれ。何？普通に改心してた。よかった。あ、コイン？ありがとう。あ、なるほどね。友達になったんや。僕はメインメンバーに入った。相変わらず不気味だわ。そしてこっちは帯じゃ。装備すればもっと強くなれるぞ。見習いの刀を手に入れた。お、ピコピコハンマーから刀に。ありがとう。いいね。喜んでもらえて嬉しい限りじゃ。では皆の衆、わしらは一旦失礼させてもらおうかの。一度仕切り直してから並ばせてもらうわい。ではまたの。寝てる人たちは大丈夫なんですかね。これで一件落着やんね。行きますよ。では改めて行列に並ぶとしましょうか。そうだね。メンバー編成ではウォッチャーと妖怪たちの装備、技を変更することができます。装備はウォッチャーと妖怪どちらも武器と防具を一つずつセットできます。あ、武器装備できるんや。妖怪もウォッチャーの技はウォッチスキルで覚えたら自由に付け替えられますよ。妖怪技の変更はできませんが、レベルアップでどんどん覚えていきます。装備、技の準備はバトルの前にしっかりとやっておきましょう。てかめっちゃ並んでるやん。結局後ろなんすね私。どうやらここが行列の最後尾みたいですね。早速並びましょう。スナオくん、お、順寝てる。行列ほんと長すぎ。うん、もう待ちくたびれたよ。そんな長かったかな。スナオくんが当てるパターンじゃ。あ、違うんやね。ですが、いよいよアイナくんがガシャを回す番がやってきましたよ。これで回せる。ここで大当たりが出る。大当たりを引いて新しい妖怪ウォッチをゲットしちゃうにゃん。うん、任せて。確実にその流れ。ガシャを回す。ほい。不思議な鍵を手に入れた。鍵？え、何？鍵？にゃーん。
微妙にゃん。ちょっとちょっとアイナくん、私のワクワクを返してほしいでうぃす。私たちのお目当ては妖怪ウォッチ。こんなよくわからない鍵じゃないですよ。よし、だったらもう一回。おっ、ガシャを回せるのは一人一回。再チャレンジしたいならまた並び直せ。ごめんなさい。その鍵はきっと重要なんじゃないかと思うけどね。次は俺っちが回すにゃん。あ、なるほど、ちゃんと。何言ってんだ、ここは私の番でしょうが。誰でもいいよ。妖怪ウォッチが出たらどうせケータに渡るんでしょう。どうよ。この鍵、どう見ても外れだよね。え？なに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 ？なんか犬出てきたんだけど。光る犬？これについていったらきっとここ掘れワンワンや。そういうことですよね。もしかしてこの犬ついてこいって言ってるのかな。きっとそうでしょう。あ、ちょっと待って。この犬どこに連れて行くかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。きっと絶対あの不思議な色についていくことによって、ここ掘れワンワンでめっちゃいいお宝が手に入るはず。妖怪落ちとか新しい。